リアリティサムライ、ウメダ。てか今日、あれよ、とうとう、とうとう僕のホームに特急呪物が湧いてしまいました。サウナ部に投稿しましたし、ツイッターにもあげましたけどね。まあそのガチの障害者は正直しゃあないやん。しゃあないけど、それを放置する親がおってさ、もう、どうしようもなかったっすね。うわー,あーとか言いながら、 風呂の中で泳いだりさ、うーやってよし、あいーとか,なんか、たぶん中国人かな日本人じゃなかったと思うけどな。よし、あいーとか言いながら、なんか風呂に入ったり水風呂に入ったり、永遠にくり出たり入ったりなんか繰り返したりさ。で、あとなんか吸水器のとこ、吸水器のその水が出るとこう、ずーっとなんか、うーんって感じで、<laughs> なんかなんかにらめっこしたりとか、ほんまにもうマジ狂ってたからさ。うーん、まあまあ、障害者は障害者で仕方ないやん。 仕方ないけど、でもそれ普通に迷惑やからな。親がやばいよ、放置してる。うん。最初なんか親がね、結構でかいよ、しかも15歳、16歳ぐらいの男の子で。親がなんか頭洗ったりして,てあげてんけど、その後多分親、そのまま多分部屋へ戻ったやろな。そいつだけ一人取り残されてさ、暴れ散らしとった、マジで。気違いかよ、ほんまに。そいつは障害者やけど、親は外事だよな、マジで、普通に。うん。親の,のおみはマジ外人。うん。僕は外人と障害者は一応使い分けてるからさ。うん。 子供、障害者の親が一致ですわ、完全に。ふざけんなよ、ほんま。そう、解き放つやつがやばいよ、普通に。移転したんだろうなって、まあ、あ違うけど、そんな頭が、そう、そういうふうに思ってしまうもん、ちょっと邪水してしまうからさ。しつけ、ちゃんとしないというか、しつけれへんからね。うん、障害者やから。しつけれないんです、そもそも。しつけれないんだったら監視するべき。他の人に迷惑ですから。風呂の中で漏らすって。だからそういうふうになりかねんからね、はい、本当に。 そういうさ、やばい障害者やったらマジで分からへんやん。まあ、実際それでシガーの戦闘潰れたからな、一回。もうちょ、おらんかったからな、親途中から。マジでずっとおらんかったのね。もう出てったやろ、多分部屋まで戻って。やばいってマジで。多分中国人やったと思うよな。サウナもなんか入るんかな入らんのかなって感じでさ、なんか、チラッ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 。20回くらいしてた。気が散ります。トロトロなトロントのトントロとト,トロさん、ありがとうございます。 普通は放置をしませんからね当たり前やんな、そんな。うん。まあ、キッズ放置してんのと一緒やから、それは。うん。産むっていう選択肢はもうそうやねん。だから、そこら辺も結構責任が問われるよね。うん。皆さんも子供欲しいって言うと、生まれてもしそんなやら育てれますかちゃんと。僕は無理ですね、絶対。そういう責任が生じますからね。怖いですね。うん。まあ、こういうことばっかってると、また少子化の原因になりますわ。あ日本が終わっていきます。 親が見捨てて、風呂の中は味噌汁みたいなのだったらって。まあ、親は関係ないけど、実際にシガでそういう事件がありまして、潰れたんですよね、銭湯が。その話は多分、切り抜きに上がってると思うけど。回れ、回れ、メリーーラー。もう消して止まらない <laughs> 痛いよ。